はい、どうも。今朝フェイスブック見てたら、とある人が質問してたんだけど、交差点とかでアウターロードで逆回転すると落ちる、落ちるインナーに落ちちゃう問題をね、なんでそうなっちゃうのかを分かりやすく現物を見して、なぜそうなっちゃうか解明してみようと思うんですよね。この子はもう明日納車でもう準備終わっていいよって言ってたんだけど、そのフェイスブックの書き込みを見て、あれもしかしてとか思ってチェックしたら落ちちゃうんで、今から調整するんだ。こう逆回しにするとほら、ちょっと落ちる、落ちてるよね。いいですか、こうでしょ、落ちちゃってんの、落ちるの。このままやったらカシャンと落ちちゃうね。なんで落ちちゃうのよって話。FD のセッティング云々って話も出てくるんで、もうあえて FD は取りました。カンパニョールはね、チェーン外さなくても FD が簡単に取れるんですよね。チェーン外さなくてもね。で、まあ FD がないから FD の設定っていう要素はもうない。でどうしようかって落ちちゃうかね、落ちてるよね。でありがちなのがアウターローだけっていうわけよ。で今こっち側を2段目にしたわけね。ほら落ちない、2段目だと落ちない、落ちないね。ってことは何を意味するかっていうと、もう一つの意見でギアが曲がってんじゃないの、歪んでんじゃないのっていう話もその原因の候補であるんだけど、そもそもね、これが曲がってたら正回転してても外れる方向に行くと思うんですよ、そのある場所で。しかも2段目で急に外れなくなるっていうのが説明つかないでしょ。ということはこっちの問題じゃないと私は考えていて、じゃあ誰がやってるかっていうと、私はこのプーリーだと思うのよ。例えばこれこう逆回しするじゃん、これをちょっとこうするとほら落ちるよね。わかります、ほら落ちる。今ここら辺で、じゃあもっと分かりやすく、これを押してみるよ、向こうに軽くね。ほら落ちるよね、落ちる。こいつの位置なんですよ、この子の位置、このプーリーのテンションプーリーの位置がアウターローだと一番こうなるから影響しやすくなるわけよ、こっちに比べて。でこいつがこいつがこっちにこうやって押しちゃってっから落ちますよなんですよ。だからこれから私、これ納車の時はそっちあまり気にしなかったんで、そう普通に調整しちゃったんだけど、まあ急リングですし、急リングはそういうことが起きやすいので、もうちょっとこれを何エンド金具で解消してみようと思うんですね。はい、これがあのエンド金具修正工具っていうのがあるわけですね。おすすめはこのシマノの工具が一番いいね。ここはい、ここ上下がぴったりなのは当たり前なんだけど、これがねまだこっちと8180、もうちょっとこっちに開いてやるわけよ。これをこっちに開くと、さっき言ってたプーリーもちょっとこっちに来るわけだ。ちょっとよ、うん、こっちも変わっちゃうんだよね、変わっちゃったね。ルックのエンドはね緊張しますね。ルックのエンドは柔らかい、わざと柔らかく作った。これぐらいでどうかな。はい、前を少し開いてやりましたね。こういう工具ですね、こういう工具。エンド金具をちょっと調整してみました。さっきこう半回転、1回転半ぐらいするとすぐ落ちてましたよね。はい、どうでしょうね。アウターローですよ。おお、落ちないですね。大丈夫ですね。まるっきり違うでしょ、わずか数字はあんまりね、そのものによって違うんで、経験値なんで
明らかにしませんけど、前と後ろで数ミリですよね、エンド金具を修正しただけで、結局ここからここの距離でこうやって変わるから結構影響するわけですよ、こいつのいる位置はね、はい、そんなわけでお客様のお悩みね、アウターローってそもそもあんまり推奨してないんだけど、交差点とかでさ、こう足の位置が上で止まっちゃった時はこうしたくなるよね、うん、どんな状況であっても。なのでそういう お悩みがお客様にあった場合は直すのが、まあ、自転車の務めかなと思います。今回の解決した一連は全部見せてるし、いわゆるエビデンスはあるんじゃないかなって思うんですけどね、いかがですか。はい、解決。